皆さんこんにちは。日本語教師のココです。この動画は日本語ビギナー、特にひらがなを勉強したい人のために作りました。今日はあ行を勉強します。このあ行だけでなんと言葉を7つも作ることができるんですよ。ですから皆さんはこの動画を見た後でこれらの言葉を読んだり書いたりすることができるようになります。それでは早速始めましょう。 Let's get right into it。 あ、あ、い、い、う、う、え、え、お、お。いかがでしたか？今度は家業を一緒に勉強しましょう。それではまたね。